はいどうも、今回は11月の下旬の昆虫採集に来ました。で来たんはいいんですけど、この通り雪が降ってかなり積もってしまいましたいやもう一面雪なんですよ。いやまさかこんな積もると思わんかった。いやなんか撮りたいんですけどね。なんか変わった足跡がある。これ人の足跡ではないですよね。なんかの動物ですね。鹿とかかな。いやなんか取れると思ったけどさすがに無理か。でね、今は雪降ってないんですけど、今はだいたい曇りかな。で最高気温は2度です。いや景色が寂しすぎる。なんもない。やっぱなんもいいひんかな。もう大体の昆虫とかはもう冬眠してますよね、こんな雪降ったら。あそこの水も凍ってるんだな。あ凍ってる。いやなんかおらんかな。いや冷たい雪。いや何もいいひんよな。いや俺何しに来たんやろ今日じゃあねちょっと草原の方行ってみます。あっちも雪積もってるかな。でもというわけでもう寒いので帰ってきました。結局ね昆虫一匹も見つけられませんでした。あのオツネントンボとかツチイナゴとか探してみたんですけどいませんでしたね。枯れ草とかがあるとこやったらいるかなと思ったんですけど、はい、というわけで今回の動画はこの辺で終わりです。また来年も長い冬が終わったら春が来ます。で春が来たらまた僕も昆虫採集しようと思うので、来年もぜひ動画ご覧ください。それでは今年の昆虫採集の動画見てくださってありがとうございました。